こんにちは。今回で78回目です。今回はですね、初めてたくさん編集をね、つなげていきたいと思います。気になったところをね、これ案内していきたいと思います。今回はですね、こちらですね。はい。こちらね、バス降りてきた保留ね、こちら、友人保留から、チュンさん発見はね、信頼度約 37%。これ逆の場合ね、チュンさんがね、友人を発見した場合はね、81% ぐらいでね、かなりの激アツになります。はい。で、チュンさん保留でハートが1個ね、思い出すっていうか、そういうのだと大当たり濃厚になりますのでね。はい、覚えておいてください。その他ね、これチュンさんと友人以外ですね、三翼やチェリンの場合も、ただの怒りマーク、いつもね、なんだけど、それじゃない場合はね、まあね、ハート、友人、チュンさんみたいな感じで思い出す感じのやつだと、90% 以上でね、激アツになりますんでね、そういうのをね、頭の片隅に入れといてください。続きまして、こちら、夜空リーチね、流星3個は信頼度 28% ぐらいですね。流星群の場合はね、97.8% で、トリプルじゃなくてね、トリプル以外は大当たり濃厚です。はい。どういう意味かっていうとね、このね、図柄がね、トリプルじゃなくて、シングルや、ね、ダブルの場合、流星群の場合は、大当たりが濃厚だっていうことです。はい。でもね、こちらね、28.6% あるからね、ちょっとね、まあね、マフラーもね、普通のね、白マフラー友人でした。ただね、このぐらいでもね、期待していいです。4回に1回はね、こちら大当たりするから、当たれ当たれ当たれって、外れた場合もね、突角になるチャンスですよ。はい。どうだ？いけ。おぉ、外れましたね。もう突角に行けばいい。はい、猫がいましたね。この時点で、おとつトラックで、はい、大当たり。はい、こちら突角です。事故りますね。友人、友人、友人、友人ってね。はい。はい、続きまして、こちらですね。アニメリーチね。ね。あ、エフェクトが変わりましたね。バヒーンって言って。はい、これ。それよりもね、こちら、木の葉ですね。保留が変化しました。これね、激アツですね。本当に滅多にないです。ここ、あった時点でね、もうね、期待してください。うん。期待してね、これはね、もうね、これね、実写に行かなくてね、最後ね、コトンって外れてね、雪だるまが倒れれば突破確定になります。まあね、赤ポラリス自体ですね。そうなってますからね。ここ、行かない方がいいですね。コトンと。うん。はい、この時点でもね、突破で事故に。はい、さっきと同じ猫ですね。はい、こちらも一つで突破です。はい。続きまして、こちらですね。こちら、ポラリスネックレス保留はですね、こちら、期待度 37.3%。で、プレゼントボックスからね、ゼブラ保留の場合も大当たり濃厚ってね、まあ、ずっと前にお話ししました。皆さん忘れてませんか？初雪リーチね、こちらノーマルバージョンだから大当たり濃厚です。どういうことかっていうとね、周りにね、ほら、エフェクトないでしょ。雪のくる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 回った。その時点でですね、どんな保留だろうが、どんな演出だろうが大当たり濃厚です。実写中も、木の葉が落ちてきて、保留をね、変化させないでね、スルーした場合も大当たり濃厚です。ノーマルバージョンこれですね。ちょっと大当たり濃厚です。だからこれレインボーになろうと何になろうとね、もうその前にですね、周りにエフェクトがないね、こちらノーマルバージョン、スペシャルバージョンじゃない初雪は大当たり濃厚、何回も言っちゃいますよ。これ結構見かけますからね、もうその時点でガッツポーズしてくださいね。はい。よーもん。はい、続きましてこちらですね。これデートチャンス、写真やホテル、学校、あとね、商店街。このね、4つのうちね、どれか1つでもあるとね、何選んだっても大当たり確定でーす。はい、続きましてこちら4ですね。4は、4様ってことでね、実はですね、4はね、必ず確変に昇格するんですよ。これね、基礎っていうか、基本のね、情報ですけどね、これを知らない人もいると思うんで、ね、こちらで一応補足しときました。これ必ずね、昇格するんですよ。これね、リメンバーからね、このね、4は4様。演者っていうか、ミニオンの4なのかな。そういうことにしよっか。はい。だからこれ必ず昇格しまーす。ほい。チュンさんの3になったね。チュンさんになった。ラウンド終了後にね、昇格する場合もあるよ。で、こちら。これはね、プレミアムが今上に1つあるでしょ。そうするとね、減るんですよ、期待度が。逆にね、ない方がね、ちょっとだけ熱いんですよ。ちょっとだけ熱いっていうか、若干ね。でね、チュンさんの名場面と、あともう一個、ね、微笑みのが2つあるとね、大当たり確定です。はい、急に話が戻るんだけど、チュンさんが後ろからさ、来たから、
友人を発見したから、最初のね、一番最初のやつね、チュンさんが発見してない友人を後ろから来てるんだからっていう話わかる。だからね、一番最初のやつのテロップあれ間違ってるなって思って、今頃ねチュンさんが後ろから来た、友人が最初に保留があって、チュンさんが後ろから来てハートにこう包まれると、あれはね友人保留からのバージョンで、そんなに期待できないんですよ、っていう話でした。巻き戻したみたい。はい、続きましてこちらですね、ピンク友人のピンクバージョンは 25.6%、 これがねチュンさんのブルーバージョンと 50.8% って激アツっていうかね、あのブルーバージョンの方がね熱いんですよ。いきなりだとちょっと分かんないと思うんですけど、ストーリー連続予告っていうのがあってね、それでボタンを押してステップ1、2、3ってね連続して必ずそこからこうやってバヒーンって言ってね、こちら SPSP リーチっていうかこの実写になるんですよ。その時にそのストーリーが友人から見てるのがピンクバージョンで、チュンさん側から見たのがブルーバージョンで激アツなんですよ、ピンクバージョンはねガセが多いけどね。だからね、あ、これね今回ねびっくりですよ、キュインキュインキュインも言ったし、このレインボーも来たから、これさ、そう友人バージョンもねバカにできない、まあね4回5回に1回は当たるかなっていう感じでね、まあねリーチが進んでいってね、ここまで来たらねちょっとはね期待していいよって。これねいつもねどうせ当たんねえと思ってたけどね、まあやっぱりね6回に5回に1回はねこのようにねびっくりするように当たるからね。でもねピンクバージョンはストーリーの途中でねガセることが多いけど、途中ねボタンがねバイブしたりね、上からギミックが出て熱いよね。だからねなんとなくねちょうどいいね塩梅なねリーチです、ピンク友人バージョンはね。特にねブルーチュンさんバージョンはね2分の1のぐらいの確率で当たるからね、もっともっと激アツでいいよね。でこのねリーチの時にね上のねギミックが出た時点で大当たり濃厚です。最初にじゃないよ、リーチ中にだよ。友人チャンネル登録と高評価ポシュッとお願いします。またねー。